ははいこんにちは夏橋です、えー、今回はですね僕がいつも YouTube 撮影をしている部屋まあ小屋なんですけれども、えー、こちらの床の張り替えをやってみたのでその様子をお伝えしていきたいと思います、えー、サブチャンネルだいぶ久しぶりの更新ですけれどもはい最後までお付き合いくださいで今張り替え前の状態っていうのをね、えー、お見せしてるわけなんですけれどもここっていうのがも、えー、ともとは物置 なので、えーまあ、撮影用にはできてないのでなんかねその場の思いつきで、えー、ここにカーペット張ってみたりだとか、まあ、いろんな感じでこう継ぎはぎの状態にしてしまって。 てるんですよねで最近あの自分目線でこう動画を撮影することもあって結構ね床が映る機会っていうのが増えてるんですよ。でその時になんかねちょっとこの状態での撮影っていうのはだいぶ見栄えが良くないなっていうのでね前々から変えたいな変えたいなとは思ってた。 わけなんですけれどもでアップにするとまあところどころね汚れも目立つしところどころほころんでたりもするしっていうところなのでまあ見栄え <laughs> 見栄えが一番かなあまり気分が良い感じではないのでこれを全面的に張り替えていきたいと思います。では作業を始めてみましょう えっと動画はねタイムラプスで、えー、撮影しましたまずはこの古いカーペットを剥がしていく作業なんですけれどもこれを貼る時にあの剥がすことを前提に貼ってないのでやたら釘を使ってですねもうバチバチに えこう張ってった感じだからこれを剥がすのがですねめちゃめちゃ大変だったわけなんですけれどもこれ釘でで打ち付けてるんですよねまああの床がねあのコンパネを張ってるだけなのでもう本当に簡単な床の素材なので釘打ちをして。 えー、貼ってたんだけどこれを一本一本もう全部全部、えー、剥がしております。えー、ちょっとですねあの帰省で戻ってきたうちの妹なんかも映ってますけれども、うんまあ、手伝ってもらいながらは、えー、全面剥がしていきました。 で、これが剥がし終わった状態ですね。まあ、板はね、汚いんだけど、この上に、えー、マットを敷き詰めてこうというところでえ、新しいマットを、まあ、ホームセンターで買ってきました。で、貼る前に、なんか床に補強でコンパネ入れてみたりとか、なんかあ干渉剤とか、そういうの入れようかなとも思ったんだけど、まあ、めんどくさくなって結局、マットをね、貼るだけにしました。で、今回買った マットっていうのがですね50センチ四方のこういう色、えー、色がまあ焦げ茶ですかね10種類くらいの色があったんだけどもその中でまあ僕はこれがいいんじゃないかななんか落ち着いた感じの雰囲気が出せるんじゃないかなっていうことで、えー、これを選んでみたんですけどなんか僕の妹はもっと明るめの色がいいんじゃないかなって <laughs> 言ってたんだけど、えー、その意見を押し切って、えー、この色にしてみました。 はいえー、では実際の作業を進めていくわけなんですけれどもこれ5倍速でお送りしておりますで、まあ、端っこの方からね、まあ、どんどん敷き詰めていくような感じで、まあ、特に難しいことはないんですけれどもやっぱりこのサイズがね 50×50 50っていうことで端っこになればなるほどそのサイズ合わせが必要になってくるそこがちょっと面倒くさいようなところではあるんですけれども結構ねこのマットっていうのがそのカッターでね簡単にね 簡単に切ることができるのであのサイズ合わせはね、とてもやりやすかったですね画面の中にも見えてますけれどもあのちっちゃめのカッターで3,4回ですかね、うん、なぞるだけでもパキッと切れてしまうので、うん、とても作業はやりやすかったです でこんな風にね、えー、とりあえずまあ、並べていって、ね、この端っこになるとね、だいぶめんどくさいことになりますけれども、これ、僕がいつもパソコンを置いてるところのまあ、台ですね、台のところでにですね、まあ、スピーカーがあって、めちゃめちゃ重いスピーカーが でこれをなんとかどかしながらその下に滑り込ませながらやってる作業ですね。ここら辺がちょっとめんどくさいところなんだけれども、まあ、この手間が、はい、このひと手間が大事というところなので、えー、まあ,あ頑張って作業しております。で今回この選んだ色ね焦げ茶色っていうことなんですけれどもまあ,あの10種類くらい色があって。 でえー、さっきも言ったように妹はもっと明るめの方がいいんじゃないかっていう話をしてたんだけれども僕はこれがいいと思ってまあね買ってきてやったんだけれどもなんかあー実際に貼ってみるとあれなんか <laughs>。 <laughs> あの部屋が暗いような気がするなつってその思いがですねふつふつとよみがえりながら作業していや、でもそんなことはないきちんと張り替えたらきっと見栄えはいいはずだとこう自分に言い聞かせながら作業しているような感じですね、どっちの意見が正しかったかは、まあ、今の僕にもよく分かりませんけれども。 はいえー、まあまあまあ自分で選んだことですから、えー、後悔はないかなっていうそんな感じもします。で前回もね似たようなあのマットを使ってここに貼ってはいたんだけれども前回はその一枚一枚を釘で固定して作業してた。 わけなんですよ。まあ、1枚1枚を釘で打ち付けてま葉が出てこないようにしてたわけなんだけども今回はですね。ほぼ釘は使ってません。だから、このマットはただ置いてるだけの状態にしてあるんですよね。だけどね。あのこのマットはあの結構重さ自重があるので、あのそんなにそんなに動かないし。まあ最悪ここだけ汚れて変えたいなと思った時にまあ、簡単に変えれるようにしたっていうのもね。 まあ今回の工夫ポイントっていうことになるのかなと思いますね。うん、だから最悪 <laughs> あの気分が変わったら色を変えることもまあできなくはないということですよね、はい。ただやっぱりこうやってねあの敷き詰めていくとやっぱ統一感が出ますから。 やっ,ぱね、やってて気分がいいですよね。でこれあの端っこの方サイズをこう測りながら、えー、こう切って、えー、合わせていってるわけなんですけれども、うん、本当にね簡単に切れるんですよ。ちっちゃめのカッターでも簡単に切れちゃうから本当作業はしやすかったんですよね。うん、まあ最初の手間はねもちろんあるのはその通りなんですけれども。 はいえー、というわけでですね全ての作業が終わりましたでこれね、えー、この見た目の悪かったこのイカが、えー、どんな風に変身したのでしょうではご覧いただきましょう321ドンはい、えー、こんな感じになりました、うん、だいぶ雰囲気は変わりましたよね、うん、確かにね、えー、暗いな っていううのは思うかももしれれませんけれどもただ、うん、だいぶ落ち着いた感じっていうのはまあ僕の狙い通りだったかなっていう気はします。でやっぱりねこんな風にこう床を移した時にも、うん、見栄えはだいぶ良くなってると思うのでこれから自分目線でねギターの演奏とか撮る時もだいぶ役に立ってくれるんじゃないでしょうか。で今回この敷き詰めたマット となんですけれども、えー、僕が住んでいるホームセンターでですねこれ1枚298円で売ってたんですよ。だいぶ安いと思いますね。で、えー、今回使用した枚数っていうのがですねちょうど50枚になります。まあ実際3枚ぐらい余ったかな。まあ50枚買ったということで、トータルでです、ね、1万7000円くらいかなあ。そんぐらいの費用で済みました。 はい、だいぶ安いと思いますね。なんか、今の時期、セールで安かったっていうのもあったみたいだし、まあ、1万7000円でこの仕上がりなら、はい、上出来じゃないでしょうか。いや、とにかくね、気分がいいですよ。ここにね、入った瞬間、あれ、なんか、僕は高級ホテルにでも迷い込んだのかなっていうぐらいですね。だいぶイメージ変わったので。 はい、ここから、えー、いろんなあ動画をこれから撮影していきたいなと思っておりますはい、えー、今回はこれで終わりにしたいと思います最後までご視聴ありがとうございました夏林でしたバ,バイバイ